物の旅ってこんなもん DV のタカでございます。はい、今回なんですけども、今回は久々に今日の一品をねさせていただくんですが、今回ご紹介させていただくものはとっておきのものです。4月13日やと思うんですけどに、橿原市でオープンされました食パン専門店のお店なんですけども、銀座西川さんです。橿原市中曽市町の方にある、まあ、店舗でオープンしちゃったんですよ、こちらがついに。でね、こちらね、王子の方にもありまして、ちょっと気になってたんですけども、まさか橿原にオープンするとは思ってませんでした。旅コン TV ドーン、ドーン、結構重量級、ね、2斤、2斤から、まあ、1本で2斤から買える形で800円にプラス税っていう形です。で、なんか今限定でね、この西川さんのこのシールっていうのももらえたんで、ちょっと嬉しいな、ちょっとちょっと嬉しいです。はい、でこちらの食パン、僕もね食べたことないんで、それこそわからないんですけども、まあ、美味しく食べる作法として、当店の食パンは生でも何もつけずに美味しく召し上がれると、まあ、生食パンです。あー、香りも結構、風味も、小麦のパン、ザ・パンの香りがする。めっちゃいい匂いする。ザ・パンやな、これ。生食パンということで何もつけずにいただきたいです。ちょっとこう割れ目があってさ、あ、めっちゃいい、いけてんかな。あー、すごい、なんか結構もっちりしてるなっていうのをこのちぎった感じでわかる。スーパーに売ってるやつとはやっぱ全然違う。で、結構触ったらわかるんですけど、耳が結構もっちりしてるなと思います。焼く前やからなんかな、これって。焼いたらカリッとすると思うんですけど。そろそろやな。すごくないこれ。うわ、すっげえ。いただくよ、これ贅沢に。どうぞ。いただきます。ほのかに小麦の香りがして、若干甘いって感じ。何よりふわふわ、こんなふわふわなんやってくらいふわふわ、めっちゃうまい。確かに、なんかなんて表現していいかわからんけど、ちょっと独特な味する。確かにバターとかいらんな。どう、ちょっと甘いよね、なんか、うん、甘い。でもなんかこの砂糖の甘さとかではなくて、甘いってもなんか小麦の風味があるから甘いんかな、これって、うん、これやばいって、これやばいって。なんかふわふわやねんけど重たい、ずっしりきてる。これだけでも重たいと思うもん。ちょっとダンベルいける？それは無理か。でもほんまに重たい。これは贅沢や、高級やもん。うん、パンに弾力がありすぎるんで、卵使いたいんですけど流れていっちゃうんでね、こんだけ弾力があったら。へこませてます。卵をこぼれないように入れると。で、この胡椒を振りかけると。アルミホイルは下がね、へばりついてるってこともあって取れてはないんですが、このままね、いただきたいと思います。結構高級な朝食。あ、これちなみにミルクティー、自家製のミルクティーです。めっちゃ好きなんで、こうやってちょっと作ってしまってます。これはね、甘さとかも調整できるから結構控えめで美味しいんです。ちょっといただきます。もうカリカリやな、外。確かに、耳のとこいただきます。だから、だから、パパ。めっちゃうまいこれ。焼いたらやば。もうそれはそれこそ耳がカリカリで中がふわふわなんですけど、ふわふわすぎて消える口の中で。パパ。あれ半熟。ほら。いる。ラコ。ラコ。こっちは贅沢につけて、いただきます。いただきます。やばい。ちょっと言葉失うレベル。これね。生食パンうまいけど、焼いて食べた方が俺的に好き。めっちゃうまい。これぜひ焼いて食べてほしい。え、マジでうまいで、ちょっとビビるで。なんか柔らかすぎてほんまに食べてる感じしんっていう
え、それぐらい柔らかい。明太マヨ、明太マヨ絶対うまい。明太マヨ、あとまあチーズとかな。ちょっと生食パンって言いながらほんまにこっちの方がいい。西川さんにめっちゃ失礼なのかもしれんけど今の発言でもマジでうまい。俺焼いて食べた食パンだから一番うまいかもしれん。これこんななんか食感の食パン食べたないわ。すげえ。一応ね、あの中和幹線沿いにあるお店になるのでぜひねその目の前通った時にね駐車場もあるんでね足運んでもらえたらと思います。これ結構ね、あの全国チェーンの有名なお店なので、それがね、ようやく柏に来たっていうところなんでね、大変誰でも喜ばれるものだと思います。結構もう有名っちゃ有名なんでね、西川さんって。まあ、今回こんなところでね、終わりたいと思います。食べてこなもん TV のタカでしょ。バイ。この動画が良かったと思う方は、高評価。今後も見たいと思った方は、チャンネル登録。よろしくお願いします。